古馬牝馬によるマイル戦サラブレッド名牝16頭がスタートの瞬間を待っています。さあ飛び出した16頭、まずまずのスタートを切りました。先行グループからまず見てまいりましょう。3番サウンドビバーケが上がってまいりました。16番ソダシ内を通りましてクリノプレミアム、それから5番スタニングローズ、ルージュスキリアがその後ろ、そしてそのうちにナムラクレア、ロータスランド、その後ろでやりましょうか。10番サブラインワンセム、そのうちからはソングライン、ラミュール、スターズオンアースがかわしていきました。外を通ってララクリスティーヌ、そしてその後ろから14番ステラリア、内から1頭4番アンドバラナウト、そして外からは13番ディビーナ、水上の奇跡がそのうちにいます。さあ府中の春のマイル女王は果たしてどの馬なのか。さあ先頭はサウンドビバーケが粘っている。依然先頭サウンドビバーケ、ちょっと差がある。懸命に手を動かして浜中とナムラクレア、先頭サウンドビバーケ、しかし差はそれほどでもない。3番手にナムラクレア、さあ抜けました。ソダシ、スターズオンガースが差を詰めてきた。これは半シーレースになりました。スターズオンガースが3番手、スターズオンガースが2番手、先頭ルメールとスターズオンガース、スターズオンガースかソングラインか、ほとんど同時。この馬はいい調子だね。1着2番2着6番3着11番。ゲートが開いた。まずまず揃って飛び出しました。さあ先行争いであります。やっぱり行った、やっぱり行ったぞ。3番サウンドビバーチェ、先頭16番白い馬体ソダシ、内を通って15番ルージュスキリア、クリノプレミアムがその後ろ、外を通りまして12番ナムラクレア、そのうちからは5番スタニングローズ、1番ロータスランド、それからソングライン。さあ第3コーナーに差し掛かります。それからサブライムワンセム、ラミュール、スターズオンガースがかわしていきました。そしてその外に4番アンドバラナウト、その後ろでやりましょうか。13番ディビーナ、そのうち8番ララクリスティーヌ。春の府中で牝馬の熱い戦い、いよいよここからが正念場です。スターズオンガース直線の伸び足はどうか。1番内サウンドビバーチェが頑張っている。ソダシが2番手、間からスルスルとスターズオンガースが差を詰めてくる。サウンドビバーチェ先頭、そしてその後ろから各馬襲いかかってくる。外からはナムラクレア、サウンドビバーチェが抜け出した、捉えた、かわした。ラミュール、スターズオンガース届くのかどうか。スターズオンガースが2番手、ラミュール1着ビクトリアマイル、勝ったのは11番ラミュールだ。この馬はいい調子だね。1着11番2着2番3着12番。ゲートが開いて飛び出した。16頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行するのは何か。花を切ったのはルージュスキリア、サウンドビバーチェがかわしていきました。クリノプレミアム、16番ソダシ、内から1頭スタニングローズ、そしてその外に12番ナムラクレア、それからロータスランド、外から1頭10番サブラインワンセム、そしてその後ろからソングライン、それから8番ララクリスティーヌ、その外からは11番ラミュール、その後ろでやりましょうか。2番スターズオンガース、それからもう1頭アンドバラナウト、まもなく欅を通過します。その外伊豆城の奇跡、14番ステラリア。さあ府中の春のマイル女王は果たしてどの馬なのか。先頭行く黒い帽子はサウンドビバーチェ、クリノプレミアム懸命に追う。依然先頭サウンドビバーチェ、ちょっと差がある。ムチが飛んだ。横山とロータスランド、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。2番手にルージュスティリア、サウンドビバーチェが抜け出した。先頭松山とサウンドビバーチェ、ソダシ懸命に追った。外からソダシ頑張る頑張る。松山とサウンドビバーチェ、ソダシが襲いかかる。ソダシ1着ビクトリアマイル、勝ったのは16番ソダシだ。この馬はいい調子だね。1着16番2着3番3着1番。ゲートが開いて飛び出した。16頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。3番サウンドビバーチェが行く構え、それから5番スタニングローズ、そしてその外に9番クリノプレミアム、その後ろでやりましょうか。ロータスランド、その外からはソダシ、ルージュスキリア、ナムラクレア、そのうち6番ソングライン、
第3コーナーに向かいます。16頭もう1頭、10番サブライムアンセム、11番ナミュール、内を通りましてアンドバラナウト、その外7番イズ城の奇跡、まもなく欅を通り過ぎていきます。その内からはスターズオンガース。さあ府中の春のマイル女王は果たしてどの馬なのか。スターズオンガース、直線の伸び足はどうか。依然先頭サウンドビバーチェ、ちょっと差がある。内をすくって白い帽子、スターズオンガースか。一番内サウンドビバーチェが頑張っている。先頭松山とサウンドビバーチェ、スターズオンガース、まだ来ないのか、まだ来れないのか。サウンドビバーチェが抜け出した。ロータスランド先頭に立った。3番手にララクリスティーヌ、ララクリスティーヌが襲いかかる。頑張る頑張る。横山とロータスランド、ララクリスティーヌ一着。ビクトリアマイル勝ったのは8番ララクリスティーヌだ。1着8番、2着2番、3着1番。スタートを切りました。16頭スタートの悪い馬がいますが、8番ララクリスティーヌ、果たして先頭に行くのは。クリロプレミアムがかわしていきました。サウンドビバーチェ先頭に行こうというところ。16番ソダシ、そのうちにスタニングローズ、そしてその後ろからロータスランド、その外15番ルージュスキリア、内を通ってスルスルとナムラクレアが上がっていきました。それから6番ソングライン、まもなく第3コーナーに差し掛かります。外から1頭10番サブライムアンセム、そして1番人気のスターズオンガース、うまくいっているんではないでしょうか。左手に名物大欅を見ながら16頭駆け抜けていきます。それからナミュール、春の府中で牝馬の熱い戦い、いよいよここからが正念場です。先頭行くのは3番サウンドビバーチェ、先頭松山とサウンドビバーチェ、一番内サウンドビバーチェが頑張っている。ソダシが2番手、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。サウンドビバーチェが抜け出した。スタニングローズが3番手、スタニングローズ懸命に追う。頑張る頑張る。松山とサウンドビバーチェ、内が飛んでいる。ルージュシティリア、スタニングローズ懸命に追う。このままで行くと大波乱になるぞ。サウンドビバーチェ一着、ビクトリアマイル勝ったのは3番サウンドビバーチェだ。1着3番、2着15番、3着5番。